戦闘開始。さあ、イタチの居場所を教えてもらおう。熱と煙が大地に広がり、ようやく静けさが戻る。先人の地に残ったのは、ウチハ・サスケであった。その身は傷を負いながらも、難敵を撃破したサスケは、ついにイタチの居場所を知ることになる。ウチハのアジト、そこにイタチはいる。流行る気持ちを抑え、一歩一歩兄の元へ向かうサスケ。一族の滅亡、兄の裏切り、復讐への渇望、さまざまな記憶と思いがサスケの胸中に渦巻く。そしてその時は訪れた。来たか、サスケ。あんたとの因縁、今日ここで終わらせる。大した気概だ。だがお前の目では何も捉えることはできない。お前の目は何も見…いや、俺の目にもはっきり見えているものがある。イタチ、あんたの死に様だ。戦闘開始。
ついていない。拮抗する兄弟の激闘、互いの術と意志が交錯する戦いは次第にサスケが優勢に運び始める。しかしイタチは切り札スサノオを使い一気に形勢を逆転。圧倒的なイタチのチャクラを前にサスケは劣勢に陥るのだった。そろそろ決着をつけるぞサスケ。この状況どうすれば。戦闘開始。死力を尽くし薄れゆく意識の中でイタチは最後の思いをサスケに残し、弟を前に倒れた。当のサスケも疲労に倒れ、次に目を覚ますとそこにあったのはかつて交戦したトビの姿。トビは自らをウチハマダラと語り、ウチハイタチの真実をサスケに語り始める。イタチの願い、一族の粛清、その本当の意味、すべては空ごと、すべては虚構、すべては木の葉の任務として、イタチの行動はすべて最愛の弟のためにあった。真実はサスケの心を大いに揺さぶり、
そしてその刃を兄弟の運命を狂わせた元凶木ノ葉へと向ける。隠して木ノ葉を滅ぼす力を得るために、うちはサスケは暁へ加担し、マダラの命のもと八尾の人中力キラービーの捕縛に向かうのだった。あんたがキラービーか。お前何者だ。バカ野郎。この野郎八尾、あんたを拘束する。戦闘開始。やりたくて無駄な奴だったが、これで捕獲完了だ。